の番外編イエーイ。今日はレッツお菓子作り。2月14日はバレンタインデーということで、なまった皆様にはあげられないんですけれども自分たちで食べるバレンタインのお菓子を作りたいと思います。イエーイ。どうなるかちょっとやってみないとわからない。爆発するかもしれない、はい、もしかしたらお見せできないものが出来上がるとりあえず頑張ってみたいと思います。はい、頑張ります。女子かけるキッチンイコールあれかわいいイコールかわいい言っちゃあかんやつ。手を洗いました。手を洗いましたはい、あのぐらいできたよそのぐらい、ね、これうちのものに私が気を使って難しいことじゃなくてグラムを測るのを先に頼んだんですよ。バター 100g 測ってって5秒後ぐらいなんだっけので機械の力を借りたいと思います。早い、これ早い私が働き借りました。どうでもいい、測った方。お砂糖とバター混ぜます。機械の力を借りて生クリームが完成しました。約2分、やはり2017年はそういう時代です。つまみ食いしおいしい何ん牛乳牛乳っぽい。あ、生乳 100% みたいな。おいしいおいしい。なんでそんな反応、そんな反応しないで。ちょっと不安になっちゃう。生クリームってこういう味だっけ。硬くない？ちょっと硬いよ、硬い。ちょっとやりすぎ、やりすぎた、少し持った、うん、牛乳だよ。のんのん3分クッキング。はい、今は湯煎したバターと砂糖をこうやって混ぜてるんですね。でここは気合が必要なので気合を入れたいと思います。次の工程を愛子さんの指示を待つエミカさん。あのチョコを手でバクバク作る。わあ、おでこになんかついてますね。なんですかそれ。
エミカさんとマンさんはチョコを湯煎しやすいようにパキパキ割ってください。はい、何をやっているんでしょうか。できてからのお楽しみだな。で、私はというといいじゃないおでこなんかあれなんかそういうキャラなの。これからね、こういうところもやっぱおバカキャラが発揮されたところで、そうですね、はい、確かに確かに、こういう感じのキャラでやっていかないとね。そのベタベタマジおでこやな。粘着力がすごい。バレンタインデーキース、バレンタインデーキース、バレンタインデーキース、バレンタインデー、バレンタインデー。チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。じゃあねー。バイバーイ。